はい、では、パスをしますので、準備の方できたらボタンを押してやる方を返してください。アルカナリーグ MM、白ゴマバーサス、M 島。準備ができたらボタンの方を押してやる方を返してください。さあ、キャサリンバーサス、アンデリア。風のアルカナを選択しましたね。さあ、ここは、まあ、エメジマはもちろんキャサリンなんで風だとは思ったんですけど、ヒロガンも風でしたね。さあ、ゴマ様風使ってるのを見るのそんなない気がするの珍しい。これは固め対策なんですかね。じゃあ、試合の方見ていきましょう。さあ、まずは1戦目どちらが取るのか。さあ、今、ツブーメラン。うん。さあ、ブーメラン。さあ、リンゴ試着中での立ち回りの中心ですね。突撃。そうした。いい、ジャンシーのめくらさせていく。つまり？さあ、ふわふわと、ふわふわと動いている。ベルテックス、これは N 方で突っ込んでしまったので、さあ、ここをバーストさせましたね。だが、降りたところに、ジャンプ B、バースト使った後に、この展開は白駒側としては非常に痛い。ベルテックス、ミサイル、突撃、さあ、ははは。M 島は完全にアドバンシングコロスマンなんですけど、気をついて、ゴマ様が、綺麗に抜けていきましたね。ドキドキ、叩きつけて。さあ、アメン8で M 島待機、立ち火と、ずらす！さあ、立ち火待機待っていたんですが、M 島側がずらしにずらしましたね、今。ミサイル、ダウン落ち、突撃。さあ、両者ふわふわ動いている。さあ、1ラウンド目からすごいじわじわ動いてますね。だがミサイル、相打ち。そのまま繋げていき、M 島側1本選手していく。どうついてる？ジャンプ B は当たらず。さあ、B、C、E。捕まえ、C、E。捕まえて。さあ、こっちね。さあ、ここは、白駒側ターンをなんとか取りたいんですが、右は手に立ち回っている。だがライフを減らしているので、まあ、ある程度、成績余裕はあるでしょう。叩き落として、ベルテックス。サイフは広がっていく。M 字側は攻めに転じる。突撃で裏に逃げ、そのまま突撃。突撃、あとバツブして、捕まえる。脅威を入れ替わるものもしっかりコンボを繋げていく。ポカポカ対空。その、さあ、ポカポカの後半が叩くためか、反応できませんでしたね。ポカポカ、うまくて、ジャンプ B か、きっちりジャンプキャンセル使って、ゲージを吐かずに繋げていきましたね。ここは、ベルテックス、鉄球、イクリプス。ミサイル。ここは一度下がっていった M 島。ライフは削れたと言って、削れたものの、まあ、キャサリン側の HP が少なかったんで、通っていきましたね。白ゴマ側1本取り返す。ジャンプ B、カウンターヒット。さすがにバーストは吐かないが、ダメージ奪って画面端、イクリプス。ダウンで当たっているんで、置き詰めにならない。ジャンプ C、ミサイル。アドバレ押し付けられるの分かってましたと言わんばかりのミサイル。っていうか分かってたんだろうね。このミサイル撃つことは。さあ、ミサイル撃つ前に、まあ、さすがにターンを取られるの厳しいので、バート、あと白ゴマ。立ち回り、一発を差し込むタイミングを狙っていく。よー、下がっ、ミサイル繋がって画面端。これは置き目はどうする？さあ、ここで、当たるかこれ。さあ、さすがにガードする。まあ、地上ガード可能ですね。ガードクラッシュは EF 版ですね。空中だと空砲になるんで、さすがに地上でガードしていく。ただ、アンジェリアのクリティカルハートは、まあ今見ての通りなんですけど、画面、置き目を回避する能力が非常に高いので、相手と使い方もできますね。ジャンプ B は総裁。さあ、両者ふわふわ動いている。白駒がバーサーダもさすがに回避しきれないですが、これは足りるんじゃね？足りますよね！さあ、足りて、一本選出していくのは白駒。さあ、M 字側が今多分足りないと思ったんで、バーストを使わなかったんですけど、足りましたね、ギリギリと。キャサリン根性値が最後の方、根性値がそんなに、根性が、ライフは多いんですけど、根性がそんなにあるキャラじゃないんで、最後持っていかれたって感じでしょうか。そして今見てたんですけど、ジャンプ E から、ジャンプ E から繋いでましたね。完全にキャサリン源だと思うんですけど。
ジャンプ E からコンボをつないでいってダメージも稼いでましたね、キチ。さあ、風風、かなり危ない展開でしたが、白駒が取っていった。2ラウンド目はどうなる？まあ、1-1でスタートすることが非常に多いこのアルカナリーグなんですが、さあ、2戦目、リードが広げれるのか、それとも5分なのか、5分の状況に戻すのか。さあ、両者、さあ、様子見、露骨な様子見ですね。だが、開幕、ファーストヒット持ってきたのは、白駒、画面端、ジャンプビ、カウンターヒット。カウンターはさすがに痛い。ダメージを1万取りながら状況も取っていく。当て身はタイミングをずらし、画面端、クリプス。ミサイル、ベルテックス。アドバしていたんですが、まあ、時々は離れないので、さあ、ここはミサイルから鉄球当てて、M 字は1本取っていく。さあ、うまく登り B、登り E。まあ、叩きつけなんで、他コンボは繋がらないんで、そこまでめちゃ痛いわけではないんですけど、うますぎるバースきっちり。バース対策してたかな、バース読んでるっていうか。ステップ挟んで、ディレイかけて 2A やるんで、最速でバースしてあとは即外されますね。ベルテックス、裏。きっちり繋いで、ベルテックス、これガード。ジャンプイ、さあミス、突進のは避けて、いつもその後登り B が当たる。ちょっと投げて、叩きつけ、画面端。さあ、ガークラからジャンキャン、うん。投げていき、一本取り返していく白駒。さあ、開幕、鉄球、突撃。さあ、ここはアルカナが打とうとしたところにカウンターヒット。から、超回りにつないで。さあ、これ復帰すると投げられる可能性があるんで、空中では復帰しませんね、強気。さあ、ブーメランを EX して繋ぐ。ミサイル？これは飛びで回避。ジャンプ B！ さあ、相手のホーミングしたいタイミングに、ちゃんとジャンプ A を置いて刺してますね。ホーミングをした瞬間ガードできないんで。すごく光ってる。さあ、AAA と刻んでいるが、さすがに取り消えがった。さあ、どついて、どついて、どついて繋ぐ。画面端？赤いも、これは中断！てか今 F6 っぽかったかな。なんかガード硬直だった気がするんで、立ちの。あれかな、下段と見せかけたけど、ジャンプ B 当ててって感じでしたね。さあ、うまかった、今のは。かなり綺麗に崩してきましたね。MG マー側が1本取り返して。さあ、1-1。そして、1-1ですね。アルカナリーグ、氷の1-1スタート。先ほどの試合は、ここから一気に。まあ、海側取っていったんですけど、今回の流れはどうなるか、まあ、大事な一戦であることには間違いないですね。プレープレー精霊さん、うちのために頑張ったって。両者風は変えず、まあさすがにあんだけ固められるのを分かりきってたら両者変えないとはね、なるかな。開幕、まあ、さっきは結構開幕はお見合いになることが多いんですけど、ちょっと言ったら結構見合い、またお見合いに近い状況になった。さあ、A と刻んで、リスクよりも、リターンよりもリスクを回避っていう構図かな。AA の刻みは、そこまでリスクは少ないとリターン取りにくいって感じだと思うんで。が、ジャンプ B 差し込んで、無事画面端、ご招待。ミサイル？落ちてる？じゃあ、これはクガの隠ってたかな。ただ MG はそこから拾うことができなかった。そして、白駒は刺し返し、ただきけ、2目に行けなくって。さあ、中段はきちり立っている。さあ、中段はきちり立っている、キャサリンの鏡。さあ、2位搭載して、そのままジャンプコードを出して、中段通していく。ミサイル、この位置で出すきっちり。さあ、EF が、ホーミングがないんでアドバができないか。さあ、今、あれですね、このガーキャンしたいタイミングっていうのよく分かってましたね。まあ、ガーキャンことしない、駒側はガーキャンしなかったんですけど、非常にガーキャンするのが高そうな位置である。ホーミング溜まった瞬間を狙って、アドバガリをしてた。だが、ここは白駒が、そのまま流れはそのまま持っていっとってます。流してないラウンド。
さあ、両者しきりと当たる。スキルスは技の性能は、当たったら、消えるタイミングは戻ってくるときにキャラクターがクライモーションとかだと消えるんで、進んでいく最中は、消えないです。さあ、ジャンプ B 刺して、てか、立ち B 対空に対して、それをかわしてジャンプ B です。うまいこと刺しますね。さあ、当てみ。これはドリル出し切られるという判断の当てみは、ははは。さあ、相手のホーミングで突っ込んでくるタイミングに綺麗にミサイルを置いているんですが、ヒロコマがもうその次に引っかからないですね。ジャンプ B、ジャンプ C。突撃。カウンタックに、これはさすがに足りないが、ベルティックス、もうキャラさん体がでかいんで、ベルティックスガードするジャミングが早いですね。ジャンプ A と、刻みまくって、うおーダリアットさあ、これは取らない。ダメジャンプ B から超ラリアットきっちり確認している。さあ、今の展開多分相当震えると思うけど、俺も震えてしまったね、今。さあ、MG は取り返す。震えるわ。ゲーランさして。叩きつけから、スキリス、ベルテックス。スキリスが飛び交っている。さあ、ジャンプ B、まあ、着地して、もう一回ハイジャンプして、上に上がろうかなと思ったところを中断させてきましたね。超回り、うん。から派生出せ。さあ、ダメよく奪っていく。まあ、超回り一発目がカウンターだったんで、9700か。1万くらい減りましたね。さあ、ここは両者立ち回る。ラリアット。これはクワフマで持っていかれるのが嫌だったんで、ガーキャンをしたんですが、ミサイル出され。M 字マガは選択肢は、さあ、先ほど超回り撃たれたので、一旦下がりますね。突撃搭載さあ、飛びで様子見ている。さあ、アンジェガは多分、突進投げが割と、かなり強いんで使いたいんでしょうけど、キャサリン多分、あれかな、投げられ判定的に相当やりにくいんですよね。ヒロコマがあんまり見せないですね、ヒロコマがもう。さあ、立ち丸、ジャンビカウンター、バスト。さあ、両者、あとワンコン。搭載ジャンプ、ビアタルがガード間に合う。上突当たり、ジャンシー当たってこれさすがに、完走する。白駒側取っていく。どっちもチャンスあったんですけど、白駒側がものにしましたね。よいしょ。ああ、さくら、相当均衡した試合が続いてる。これは、わからん。流れもどっち、確かにゴマ様が今勝ってるんだけど、ライフが、どっちもマジで、すげえいい減らし合いしてるから、どっちに流れがあるとも言い難いですね、正直。これは。だが、ここで一つ差をつけると、白ゴマ側としては大きいので、差をつけていきたい。M 島側はもう差を広げさせると一気に、流れ的にしんどくなるから、広げさせたくないでしょうね。さあ、どうなるこの試合。さあ、ボンバーさあ、ジャンシー、E。これは B 当たるものの、ガードしてる。さあ、突然食らった後も冷静にガードしてるのが、非常にこの、あれですね、ガード性能、人間性能が高い M 島ですね。これ、キャサリンって非常に中下段の餌食に合いやすいキャラクターなんですけど、この M 島というバゲモンなんですけど、完全に、ガード性能が非常に高すぎて、中下段はかなり高確率でガードしますね。さあ、ゲダンが通る。さあ、クラッシュ。さあ、ユチ。さあ、これは、ジャンプ B、今、俺も自分も当たったかなと思ったんですけど、あれですね、エグジマ側も当たったと思ったのか、逃げを出しましたね。ポカポカ、鉄拳、なりまの根性100連発。これは、白駒側も多分今、ミサイルの挙動的にどうなるか分からなかったんで、ちょっと困りましたね。一締めはできず、キャサリンは下の位判定がかなり薄いので、一締めしにくそうですね。下がジャンプ C で上をかぶせていき、一本選手してくる白ゴマアンジェリア。さあ、ベルテックス。さあ、これは、容赦、様子がなさんでいる。ワープ。
アンジ側も結構、アンジは結構拒否が多いキャラクターなんで、アンジ側としては、選択しなきゃ、警戒しなきゃいけない選択肢が結構多いですね。佐藤を抜けた時に佐々木落としから、じゃん C へ抜けていく。これラリアット誘いだったかな、多分。B、C? C、これは繋がらない。さっきのやはり暗い判定が得意か。で、ここも落としてしまおうが、ここはきっちりカウントを叩き落として、ラメ8、ベルテックス。中段行くも、行こうというところにバ、アドバ。ラリアット、これは先端が、最終段が当たった。さあ、アテミ。次、撃った時、総裁取って、アテミ総裁。キャサリンの立ち B は1フレ上半身総裁ですね。俺はしゃがんで待っている。ジャンプ B、ベルテックス。いや、嘘ついた。カルクス。つなげていき、ここで白駒は差を一つ、二つ広げていく。三一。これは、プレッシャーのかかる、いっぱいだったんじゃないでしょうか、これは。あ、ここの後の試合で相当流れが、どっちに傾いてるかわかるんですが、と言ってもまだ、多分どっちかを接しても折り返しにも行ってない状態なんで、まだまだどうなるかわかんないんですけど、前半のリードっていうのがね、後々響いてくることもあるので、この辺の展開からも両者大事にしていきたい。神でも天使でも悪魔でも、私に逆らったら行け。以上、プレー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 プ。あ、風。あ、両方とも立ち回りがね、すごい、相手にされたくないことをすごい警戒してる感が伝わってきて、非常に見てて面白いですね。かぶせられたくない、かぶせたい。対空取られたくない、対空取りたいみたいな。まあ、置き攻めとかよりも立ち回り合戦でもダメージの取り合いが重いになってるのかな。さあ、周りにこの巻いたところに、M 字マガのジャンプが差し込まれる。ベルテックス。これはアドバかなり警戒してますね。さあ、ミサイルは届かない。が、ここはクガフの確定か 2A から、もう、レンガーでクガフのランで、あの位置は厳しいですね。キャサリン戦で、ホーミングがない時に、空気攻撃をガードすると結構の可能性で引きずり下ろされて、まぁ、空が不能が飛びますね、今みたいな感じで。黙っちゃっている。さすがにその後の下段を通るものの、さあ、そして、白釜がダメージ取って、画面端スカシギラン。さすがに見切ることができない。さあ、ライフ1にひっくり返していき、西締め、マリン、ダウンを1、クリップ2、コア受け身、アドバの無敵で、そして見切られるのと、避けていく。さあ、ジャンプへと。さあ、投げをきっちり抜けていくこと。だから、キャサリンライフが多いので、まだわからない。さあ、かぶせ、あ、いい。さあ、ここはシキリス抜けてきましたね。ミサイルを抜けてきて、シキリスがヒットしましたね。持っていく。さあ、ジャンプ B、E。これは繋がらない。A、ライアット、A。さあ、B から、さあ、きっちり繋いでいく。ミサイル強力タック。ここは、まあ、アンジェリアからなのか、それともミスなのかわかんないけど、当たらなかったですね。ミサイルの位置まで移動で押してからの勝利だったんですが、ミサイル当たらなかった。さあ、クリップス。アドバで切り返す。キープって。アンジェリアはジャンプ B 反射判定を持ってるので、キープっても反射されますね。さあ、前 B は根元で操作。いい。前 C か、前 C なんで根元で操作。ベルテックス。ミサイル、対空で当たる。確認、これはコンボ失敗する。裏回り。突撃、きっちり攻撃を刺す。将来で締めていき。M にマガを取り返す。さあ、突撃の隙を見逃しませんでしたね。キャサリン体がでかくて、ジャンプ A を上の方にあるから、相手に届くまでの速度が速そうですね、今みたいな。結構突進の攻撃パリングラインに行くと、かなり、きり反応して、立っていく。さあ、スカシゲラン、これはしゃがんでガードしている。一回受けたらその後ガードするっていうのが素晴らしいですね、この人。さあ、ブラストで、さすがにやめないと拒否。中段というか、ジャンプ B が立って。さあ、プレッシャーの掛け合い。だから、ライフは白駒大きい。リードバッテリー、ジャンプへと。さあ、B で繋ぐものはその後繋がらない。上ミサイル。上の取り合いですね、完全に。どちらもジャンプがかなり高いキャラクターなんで。上の取り合いは激しい。ジャンプ B 刺す。だがこれ繋がらない。補正切り。繋がらなかったんですが、その後の攻撃が当たりを補正切り。
これは上見、当たるが、これ繋がる？さすがに繋がない。カウンターと繋がったのか。ジャンプイ当てて、画面端バーッと読んでる！だが、マフに合わない！読んでたんですが、間に合わなかった！これは M 島側としてはかなり痛い。ミスというか、なんだ、かなり痛かったですね、今の。ま、いや、できないはずなんだけど、単純に間に合わなかったんじゃないかな、今。さ、かなり痛いミスでしたね、今。てか、なぜ当たらんかったのか、俺もわからん。最速じゃなかったのかな？さあ、夢には今のは痛いですね、4-1。多分ちょっと溜めたっぽい気がするなーって気がするけど。ボタン連打してたら溜めちゃったとかそういう系な気がする。最速で良くて。まあ、それでも多分大体間に合うんだろうけど、今回間に合わなかったのは本当に、ガチの神様の気まぐれですね、完全に。さあ、神様というか悪魔、ガチの悪魔がに微笑まれてしまった M 島。さあ、このキラ、主将キラーマシン。こんなことをもろともせずに、相手を倒し切ってきた。これは下手のおじゃかった。タッチ A 出して。じゃあ、さあ、立ち引き。さあ、ここで、石球出したところに、当て身が入り、画面端、リプス。ガチギランはしゃがんでいる。今のしゃがむのすげえな。突進あっちゃと。さあ、ライフ取って。ジャンプ B は反射。さあ、スキル打ち合いになってもね、アンジ側は反射判定で、スキルごと蹴飛ばして動いてくるから、非常にやりづらそうですね。ちょっとやりづらいですね。経験者の方みたいな感じであれなんですけど。ミサイル？ミサイル？さあ、様子見挟んでジャンプ B 当たる。これは？さあ、画面端。最大ではなく状況。さあ、総裁無視ですね。さあ、EF してきっちり確認して、ちょらり。決めて、生き取っていく。さあ、ちゃんと確認している。さあ、リアット、ゲーキは回っていたんですが、さすがに角は取れないですね。相手下すぎたんです。さあ、ジャン B からディレイ C つなげて、画面端。西締め。イクリプス。受け身を取って。その中段、さっきまで散々すかしげなしゃがんでて、その中段立ってあたり、戦慄が走りそうなんですけど。ただ、それでも白ゴマ側の攻めが終わらないですね。もちろんライフを削らないと。ダメージ取らないと勝つことはできないので。エミジマ側としては、防戦一方になるのは非常に厳しいところ。イエータイク、当たる、めくり決め、しかもポカポカの後半が、かなり下なのに当たったな。突撃ガードしたが、この下段は通る。そして、借りる？いや、説明したらいいんか。借りるか？上プック。ガードから各班さすがに受け身不能てか、復帰補正がかかりすぎましたね。ここで選択を失敗してしまったのは痛いか？右、ガード各班取ってバースト。まあ、もちろん使わないで死んでしまう。突進出し切り出し切りないわ。突進出してる。バーストを使っ、まあ、あれですね、MG 側としては、取りたいラウンドでしたが、バースト使ってでもっていうか、使ってみ、あの、白ゴマ取っていけ。使ってでもっていうか、使わなきゃ負けだから、使うわけですよ。さて、オーラリジャンプイン E、B、C、A、C、A、B、E。さあ、ポカポカ、画面発進。今回はバースト、いくら、ガー、呼んでいい？ベルテックスで待ってる。さあ、きっちり反撃取っていくもののその後繋がない。ダリアット、クーナゲ。あ、ここでクーナゲ出していく。軸を合わせたのをきっちり確認しましたね。さあ、だが、白ゴマ側、バーストは回収がかなり、まだ遅いので、ね、まだ来ないので、殴られたくないところ。ええ、2、EF。ガードして、立ち回り、さらにこれ繋がらなかった。そして、結構時間を使えなかったし、回ってた選手の方が。つながる。これはバースト。そして、ミジマがバースト。ミサイル？対空取っていくものの、今回は繋がらなかった。上突当たり投げ、抜ける。さあ、突撃？じゃあ、マイシーは当たらない。
で、これはアルカナ技入れてましたね。そこに、攻撃が当たり、そのまま取っていく。白駒取って 5-1。差がかなり広がってきましたね。さあ、5-1。まあ、完全にももう、総裁後にアルカナ技が出ていたので。まあ、完全に、あれでしたね。まあ、攻撃出されたんで、どうしようもなかったって感じですね。ちょっと。さあ、かなり差が広がってきたので、右側としてはかなり辛いところ。もう、白側としてはね、相手にターンを戻さず、ターンとか流れを戻さずに、そのまま終わらせてしまいたいというか、って感じでしょう。よいしょっと。神でも天使でも悪魔でも、あたしに逆らったら行け。以上。プレイプレイ精霊さん、うちのために頑張ったって。そして、何戦目だこれ。第7戦目か。7戦目。MG 島がさすがにこの辺でリード、縮めときたい。とか、縮めないとただ分かなり辛いんで、縮めておきたいって感じでしょう。おいしょ。やっぱり相手にリーチがかかってもらうとね、精神的プレッシャーがやばいので。そして逆に主攻はもちろん勝って、精神的プレッシャーをかけたいですよね。前C当たる。飛びで、じゃ、M 島がジャンプ B 出したかな、今。そこに下からえぐるように、あれですね。前 C が、前 C が当たります。しかし、投げは飛びで回避。裏が通り、画面端入れ替える。捕まえて、画面端。ミサイル？ビビ？ミサイル？さし？突撃突撃さあ、表を見たく見えるわけない。今、多分どっちだった今、どっちだったんだろう多分。今、普通自分抜けたと思ったから、あれなんだけど。さあ、突進出しちゃって、ここは硬直にかけて。これは補正がかかりすぎたので、さすがに、入ることなかったが、その後、立ち火対空から繋げて息取っていく。ミサイル？ミサイルやるわ。スキルス？MG がふわふわ動いているが、白駒が捕まらない。さあ、白駒側は逆に捕まえてリターンを奪っている。突撃、突撃。前に出る白駒。一締め。キクリップス。そして、さあ、うまいですね、今。タッチ A でガーキャン関係を潰していく。潰していくっていうか、漏らさせる。A にガーキャンは結構難しいので、単発にガード確認してが。結構漏れちゃいますね、ガーキャンはそれ。あや行動されたら。じゃあ、ジャンプ B 当てて、さあ、その前は、ここも仕掛けなかったんですが、ここは下段、うん。だから、こう落としてしまう。突撃に、カツン取って。さあ、バースト。さすがに、このコンボは、厳しいかと。白駒がバスト吐きましたね。勝ってる側の白駒が、知らないので、勝ってる側の白駒がバスト吐いていく。このラウンド時間使ってやれば、次のラウンド最悪行ってもバスト回収できるといった感じでしょう。さあ、てみこれは、ファルク繋がらない、攪拌はないものの、あ、これってどうなんの？か、空が不能かくってた。に、る、たり、るは、さあ、きっちりダメージか、計算できてた。M 字側は通り返していく。かなりしっかりしてましたね、今。さあ、一転して、状況が、まあ、バーストがある分、M 字が有利になったんですが、ただまあ、立ち数的に非常に、白側に精神的有利がかかっているでしょう。ポカポカは当たらなかった。さあ、白側としては今のかなり嬉しい誤算ですよね。見栄がアウトサイドだ、空腹能力持っていかれるパターンだったんです。置き攻めは、さあ、突撃、ワープからの突撃。さあ、突撃と。さあ、うっか、ここは総裁から、きっちり、高さ確認して投げてましたね。自分のが下だったんで、投げるには非常にいい位置だった。ジャンプ BC? 繋いで、叩き落としからの、ベルテックからの、2位はさすがに通らないが、搭載ガードで我慢、うん、画面8、ジャンプ C カウンターヒット。いい不中なんで前に出る、白駒。キリス、ベルテックス。当たるもの、これ、ミサイル当たる！これはかなり減るんじゃないか、これ。ダメージ取って、最大ダメージ取ってください。そして、ここが、どうなる？起き上がり。さあ、これは、ライフかなり減ったぞ。一発ですね、これ。当たると一発なんですが。ただ、ワンコンで、M 字の体力もかなり厳しい状況なんで。鉄壁！さあ、守り切った M 字マン。ここで取り返す。JA で迎撃し、取り返す。5人。守り切れましたね、今。攻め切られたら死んでしまう。まあ、攻め切られたら全然ライフまくれる状況ではあったんですけど、守りに入った意味には硬かった。
さあ5人ここで1本取り返す。作戦の指揮官はあなたです。うちとヨドガーに任せとき。プレイプレイ精霊さん、うちのために頑張ったって。神と戦士との悪魔でも僕に逆らったら行け。いざ。はい、黙って失 失礼いたしました。スーパーマシン、さあでは見ていきましょう。 M 島が今の一緒に流れを変えることができるのか、白駒側は流れを変えさせずにリーチまですぐ持っていくことができるのか。そうさっきスキリス両方打ち合ってジャンプでカウンターしたもの差がない。だからライアットでミサイル対空しようとしたところにジャンプでカウンターヒット。あ、ミサイルタイプ、あれ、まあ、別に相打ちで全然 OK なんで、非常に相手としては怖いんですよね。先にジャンプ B が通って。立っている、しゃがんでいる。何が見えてるんだ、こいつ。総裁が怒って。さあ、マイシータイプ。だからマイシータイプの使い方非常にうまいですね。6C タイプか。そして先にバーストを入っていくのは白ゴマ。やっぱ一ターンを非常に大事にしますね。突撃。さあ回って叩き落として置き攻めはベルテックスを重ねてジャンプティー。さあふわふわと動き合って、さあ捕まってしまうのを両者非常に避けているけど、ジャンプビーカウンター、バーストがないので受けるしかない。画面端置き攻めは設計、これは届かずというかアドバのあれかな、無敵で回避しましたね。さあ、さすがにここはバーストは温存し、そして白駒がコンボを完成しとっていく。ミラーの目、さあ、バーストを入ってでもラウンドを取っていった白駒。さあ、これでも実際、まあ、バースト入ってラウンドが取れたんだ、全然同じです。バーストを入ってね、試合が取れないと非常に、やられた側としてはしんどいんです。やった側としてはしんどいんですよ。さあ、と。ひたすら AAA と。皆さんに小技刻まれると多分非常にめんどくさそうなので、めんどくさそうなんですけど、ラリアットとか打ってもやっぱ2発攻撃当たると潰れちゃうんで、まあ、それ対策のための小技刻みでしょう。叩き落として、さあ、キッチン 2D から拾っていく。叩き落として、後ろ。だからこれを決めは取っていない。投げて、ジャンシー E、2C まで持っていく前にバスト。ベルテックス、ミサイル、さあ、ジャンシー E、回って、届く。これは、さあ完全にキャサリン。あ、だからこれを見せてしまう。白駒はちょっと痛いミスですけど、まあ、ライフドットなんで、M 字は。白駒側としては、まあ、かなりやりやすいですよ。これ、A 一発を先で終わりですね、完全に。そして M 字側はアーマーのラリアットも打てないですね。ライフがないんで。そして、アドはきっちり、白駒が勝っていく。ジャンプ B。N 方ジャンプ B。さあ、リーチ抱えていく白駒。最後の状況になっちゃうとね、無敵じゃなくてアーマーなんで、ラリアット。まあ、ドットだったら振れないですね、さすがに。タイル HP がないんで。そして、リーチのかかる、白ゴマアンジェリア。さあ、白ゴマが先、一本取って終わるのか、それとも M 島がここから5連勝を見せるのか。アルカナリーグ、LM。かなり終盤、もうかなり終盤、もう、そうですね、かなり終盤ですけど、試合数的にも。さあ、勝ち星をなんとか拾っていきたい M 島。そして、まあ、最終試合なんで、戦績をプラスで終わらしたい白駒。ドスーン。さあ、どうなる最終試合になってしまうのか、それともまだまだ続くのか。さあ、じゃあ、いい？これは、空が吹くのですね。完全に隠ってましたね。画面、8ですが、コンボ落としてしまう。突撃。タッチビータイク。さあ、今のは上半身損壊を狙っていったので、中段来ると思っていたんですが、スカシキルなんですよね。ダウンを1、クリップ。さあ、アドバで切り返して、様子見と。ジャンプ B 通して。ジャンプ E? ジャンプ C か。ジャンプ C、E。ジャンプ C?
ここで突進、うん、ミサイル出しているものの、ミサイルより早くアンジェリアが攻めてくれ。足りはしないね、さすがに。まあ、補正カメラかかってるんで足りはしないものの、ミサイル？さて、これは下段かな、普通に下段通って、メルテックス？普通に下段通る。これは足りるんじゃないっけ？ラリアット、超ラリ、足りるね。ここは、白駒がバーストを温存しましたね。てか、むしろ足りないかなっていう指もあったかもしれませんね。さあ、M 字もが取り返す。先ほどの試合と逆の展開になりましたね。開幕優勢だった方がまくられる試合が続くって感じかな。突撃突撃、押してパンチ。ラリアット、投げを入れているが、届かない。ラリアット、結構、本体の位判定、後ろ側にあるんで。そして、これはきっちり詐欺。詐欺がさね、画面端クリップ、チビヨド、ここで、ムジマワールド全開。ここに来て、ムジマワールド。さあ、チビヨドが守ってくれる。そして、パンチが当たる。鉄球当たり、ムジマ取り返す。このままじゃ終われないと。まだ終わりじゃねえぞと言わんばかりの。怒涛の攻めでしたね、最終ラウンド。6-3。もうちょっとごめんね、パスティングが申し訳ないです。よいしょ。まあ、6-3。うん。まあ、やっぱあの形の、固めの形になると非常に強いですね。まあ、固めの形に持っていくか。というか、持っていく段階でのダメージの取り合いで、結構、ライフを削り合ってるんで。まあ、固めの形に持っていった頃には、結構虫の息になってるみたいな感じがありますね、相手のキャラが。M 字マット、これを取れると、かなり圏内っぽい、すぐに近づいてくる気がするんだけど、どうだろう。これが取れるか取れないかで、結構、勢いが分かる気がする。M 字マを取ると、本気で分からなくなる気がする。じゃあ、タッチ B、対空気味のタッチ B が普通に地上で当たる。アドバー、タッチ B は、さ、2B が結構距離離れるんで当たりますもんね。しかし、下段は、ここは、しゃがみ顔していく。キャサリン、ジャンプ C が普通に中段で来るんで、しゃがみ、よくタッチガードしようとしちゃうんですけど、ここを、しかし下段で、サクっていったんですよ。ガードしましたね。さあ、ミサイル？ポカ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 さあ、ポカポカポカのラリアットは、これは5パンで潰していく。まあ、ラリアットもちろん2回以上殴られると潰れるんで。まあ、ガークラ、まあ、ガークラからなんでそんなに大きなダメージはないんですが、ダメージ取っていく。ブラストさあ、今のちょいためだったんで、4DM かなこれはユッチさすがに繋がらない。さあ、バーストだが、そのバーストも入ったので、これがどう出るか。さすがに捕まる前に倒したいですよね、ゴマガワとしては。投げてこれでは、プップクプート一本選手していく、チョコマン。2試合前と結構似た流れになってますね、今。あと、突撃さすがに確保ではないものの、一旦、呼吸を待って、エミリオが、確保を取ってきましたね。叩きを取って、ミサイル、突撃、ホバリング、ベルテックス。さあ、空中の対空時間をマジ、稼いに稼いで、かぶせていった。ベルテックス。さあ、様子見たく。さあ、ここは B、C だ。B、C、A、B、C、A、B、E。叩きを取って、周りにアタック。ここで鉄球当たる！さすがに足りるでしょ！ M 字は取り返す。ただ、白駒側のバースも回収できるんで、状況5分かな？状況ほぼ5分ですね。ここで開幕、操作 M 字パンチ。操作 M 字空砲パンチ。タッチ A が出て、そこに突撃が当たる。1、2目周り？中弾ガード。突撃、これもガード、アドバ。突撃。から、カウンター、ここはバースト白駒、M 字マがたまた先にバースト開きましたね。だが、ここでジャンプ B 当てて、超回り、うん、4D かわして、だがこれ外してなかった。2位が当たり？これ美味しい。めちゃ減ってる。え、これ死ぬんじゃね足りるよ、これ。足りたM 字マが取っていく。てか、減った、最後。12,300。相当減りましたね。しかもラリアットが最後まで、最後の爆発まで外れなかったのが、
相当大きかった。今実際確かに俺も倒しきれないかって、俺でも確かにバスしなかった気がする。さあ今キャサリン M 字バが持ってましたね、今完全に。ここで M 字バは2連勝。今のは確かに当たりきると思うか。まあ EF は残せるなら残したいですからね。64。さあ、ここから、ここから、M 島3連勝できるのか。白駒はもうさっさと一勝して終わらせることができるのか。まあ、ただね、ただ、さすがにまだ、さすがにまだ M 島側、辛いと思います、さすがに。気持ち的にね、流れはでも、ちょっと来てるかなっていう気もしますね。てか、流れ完全に来てる、振り方だって気がするけど。だが、わからない。流れなんて自分の力で取り返すもんだから。ジャンシーやってる。ダメージを開幕取っていくのは白駒。誰か取って。上ミサイルで。さあ、相手が上から飛んでくるのを救ってますね。さすがにこれは、こう、反射はできない。突撃無視いい突撃ミサイル突撃じゃ、さすがに取り消があった。ジャンペイ、カウンター、画面端うまく今の突進にパンチ打つのやべえだろ。しかも、ちゃんと上突進読みの上パンチだったのがやばい。もうそれ以外のコード読んで出したわけじゃないでしょ。やべえな、今。何が見えたんだ。だが、白駒はダメ取る。大きく取る。ライフはひっくり返して。さあ、ライフを減らし続けて、現実ダメージ取っていく。白駒はジャンプし当たる。中段。M 島側、ここは耐える。倒してるか。あ、足りない。さすがに足りないね。ひっくりプス。さあ、そして、裏、投稿は通していき、取っていく。さあ、白駒側は1本。さあ、リーチのリーチ。リーチのリーチって何か分からんけど。ジャンプ A。これはバーストカウン、か、かかんですね、今の。さすがに。バースト入っていった。早い展開のバースト。バースト吐くなら早く遅いかって感じですね。西いじめ、周り。キス、しかしな。3は継続。水島側はまだバーストは我慢。超ラリ切り返して、しかも位置が入れ替わる。これは、置き攻めは、突撃と。これは突撃で切っていく。突撃ゲーダンはガード。パンチ。さあ、ラリアッタ、突進を、てっきり潰せる。チビオド爆発する。これは、爆発してるので突進を打てなかったが、ジャンプ E で切っていく。ジャンプ B 当たる ?B が買う、後ろで当たる。これは、突撃。バースト使わざるを得ない。今のは音を付けときか。ジャンプへカウンターヒットバーストは開始できない完走すればさすがに足りないでしょ !M 島側まだ終わらないバーストを入って繋いでいくただ、白駒側は多分このラウンドでさすがに開始できるんじゃないかな、バースト。まあ、早く終わらなければだけど。だが、対する M 島は、さすがにバーストこれ回収まで結構かかりますね。上ミサイル。で、ドリル撃って、ジャンプへ B、超ミサイル、つないで、ただ、きっけまで足りるのか、足りないか、さすがに。さあ、だが、もうちょっと白駒はバースト回収できる。ライフは開いたが、バースト回収できれば一発分の、猶予できる。さあ、バースト回収しましたね、これ。ジャンピーカウンターバースト読んで2位してる取っていく、目島顔を一つまで縮める。まあ、今、バースト回収した瞬間に食らったんで、あいつでしたバーストしたいってタイミングだったから、きっちり握れましたね。そして、投げで入れていった。確定投げですね、今の位置だと。5-6。いや、6-5。さあ、有利を詰めていく。有利というか、差を詰めていく。もう、ここまで来たら、アルカナは確実に変えたりはしないでしょう。さあ、白駒側としてもさすがにプレッシャーがかかってきてるでしょう、展開的に。実際3連勝を取ってるのか。ただね、やっぱ、最初の方もかなり勢いあって、中盤も取っていった白駒側的には一発取って、終わるという、サクッと一発取って終わるという展開もあるので、まだどうかわからない。ここ取って5部か、ここ取って勝ちになるのか。さあ、容赦禁止をする一瞬。キリス巻いて、さあ空中でお見合い、2A タイク、バースト
総裁逃げたいくお前、ごま、白駒さんが今、ジャンシー出して、公的に逃げたいくが勝った感じかな。ミサイル？シールス？ミサイル？ジャンプビータイク。空対、ジャンプビー空対空ですね。叩き落として、起き攻めは、マイシーからの2位。ミサイル？鉄球は、アドバー？鉄球を切っていく。突撃。タッチビーからタッチ繋いで、さあターンを取っていく、白駒。ただ、引き落としが入らなかったですね。それから、ジャンシー繋がらなかった。さすがに足りないかな？いや、高いんだな、ワンちゃん。あ、でも、大きい攻めですね、ここは。鉄球、アドバの無敵で、鉄球にしては当たらない。一つギッ、一つギッ。さら、繋いで、これは足りないんじゃねえか？ベルテックスれた。だが、どうなり？どうなず？突撃、突撃、裏側ガードしてる。カウントにして、カウンターして、コンボいけないというのを判断して投げてきましたね。白駒取っていく。さあ、そしてまたリーチのリーチ。さあ、スキリスをジャンシー操作して、そのまま A でしたね。さあ、きっと、両足飛び道具の距離の仕方が非常にうまい。反射する、白駒アンジェリアと消していく M 字巻き挟みって感じな。さあ、ここは、チビオドチョヒっていったんですが、左右、他の背中キュイッとあげるチビオドで画面端に戻されましたね。ガード、ガード。よっしゃ、だが、両今日、完全にゴブですね。多分、ゲージ的にも、バース的にも、バースは両方止まるから、もちろんだけど。完全ゴブ。下段通り？なんか、まぁ、エクリプスでターンが入っちゃったんで、ダメージが、そこまで入らなかった。つないで、ここは、さすがに完走したら死ぬ。あ、M 字は溜まるぞ、バースト。投げて！これは決まったと！って言ったのは白ゴマ！というわけで、勝ったのは白ゴマアンジュラですね。おめでとうございまーす。はい、では7号で白ゴマアンジュラの勝利となります。最後は空投げ決めてきましたね。